ドアントスタジオ始まります。よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマはガンバ大阪対 FC 東京感想会。よいしょ。このチャンネルはサガン鳥栖ガンバ大阪の試合のプレビュー、レビュー、チームや選手の情報などについて語っていきます。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで雨の中の戦いとなりました FC 東京戦ですけど、はい、まあ、残念ながらね敗れてしまいましたが、はい、ガンバサポのアッキーさんどうでしょうか。いや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 、これはちょっとね、まあ正直そのあんま盛り上がるシーンがなかったんでね、試合的にも無得点やし、うん、まあ、一番試合で盛り上がったのはあの試合前のすごい国立の演出と、あと永井選手がね VAR で取り消しになったシーンやったんですけど、うん、それちょうどビジョンに映ってね、そのシーンが、あー確かにね、うん、でガンバサポそこだけはもう全員一致団結してどう見てもファールやんけっていう、そこが一番盛り上がりました。なるほどね、はい、そこぐらいしか盛り上がるシーンがなかったんでちょっと残念でしたね。まあ見てた感じちょっと前半あの山井選手のシュートとか、うん、いいシーンはねあるにはあったんですけど、まあね決定機かって言われるとでもまあ微妙なとこかなっていう感じやし、まあかといってじゃあまあでも試合を見るとね FC 東京にこうセットプレーの一発とレアンドロ選手のあの個人能力の高さを見せつけられたゴールということで、まあガンバにもしセットプレーとかねああいう山見選手のところとかで入ってればあれでしたけど、まあ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 ちょっとこの能力の差が出たって感じじゃないですか、うん、まあでも試合全体通して見たらやっぱ敗戦だとみたいな内容か言うたら、まあそやな、チャンスそんなくれてないしな結局。まあまあこれでね ACL で戦ってるチームも含めてちょうど10試合終わったんですよ、はい、これはい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 、ちょっとガンバ苦しい位置にいます。いやそうやね、まあもちろんね片野坂さんになってまだ言うてもまあシーズン始まって3分の1なんで、まあ我慢しなあかんっていうのはねもちろん分かってるんですけれどもね、うん、ただこのまあアウェーの清水から湘南ホームの湘南でこの前のルヴァンのダービーで今回の試合でこうああチーム良くなってるなっていう感じが正直サポーター的にはしてないのがちょっとしんどいなって感じですね。うん、まあしかも得点もまあ取れてないよねあんまり。そこそうなんよな。だからダブルボランチがね斉藤とダワンのところでこう奪うシーンはあるんですけど、そっからつなげないっていう、どうやって前に運ぶかっていうのが見えてこないですよね。確かに片野坂さん的にもまあエースもいないし守護神もいないしキャプテンも怪我するっていうね、ちょっと頭痛いところはあるかもしれないですけど、うん、まあまあでもあの現地のガンバサポ的には後半から入った中村二郎選手はね結構ガツガツ感見えてよかったですけどね。いやいやよかった、あれ中村二郎選手めっちゃよかったよ。やっぱ松木選手がねどうしても注目いくんですけど、彼は同級生ですから。同期なんや。うん、1年目なんでね。えちょっと頑張ってほしいですけど、ね、ユース昇格から1年目。あそう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 、なるほどね。いやいやいや、あの選手良かったけど、まあ結果欲しいよなやっぱ。まあな、結果欲しいというか、まあ、まあ、ほんまに次あたりスタメンでも入れる可能性もだいぶ高いような気はするけど、それはあるかもね、連戦やし、うん、まあちょっとこういう時にねなかなか苦しいですけど、こう若手でガッと出てきてくれるような選手が欲しいですね、うん、
メシのみたいな選手ね。なんかメシのなんか対談みたいな噂出てるしな。うん、食ってきてくれるかな。どうなんやろ。まあ、なんか海外志向めっちゃ強そうやけどな、メシのとか。まあ確かに若いしな。うん。でもさ、今日スタメンしてた坂本選手やっけ。ああ。若いよな。彼も、中村二郎選手、松木選手とか同級生。めっちゃ若いやんけ。めっちゃ若い。このじゃあ2人のポジションですよ。だいぶあれや。まあなあ。熱いな。どちらかというと、本当坂本選手の方がもう、点取り屋っていう感じの選手なんですけど、まあちょっと、ルヴァンとかね、あと途中からとか結構チャンスもらってるんですけど、まだ結果が出ないんで、うん、まあやっぱりね、こうとはいえね、やっぱ勝ちでもぎて取っていくためにはゴールが取れないとね、なかなかしんどいっすね、うん、いやマジで今年のガンバ終盤のパワープレーが半分ぐらいじゃない？ゴール？うん。そうてかもう最近取ってへんもんなゴール。まあそれがなちょっと辛いわ。ゴールシーンやっぱ見たいからね、うん、80分から本気出すガンバやん今年。まあだからちょっとゴールデンウィーク初日なかなかしんどいスタートになってしまいましたけれど、まだゴールデンウィーク2回試合あるんで、もこれどっちもホームなんで、もうっぷんを晴らすかのようなゴールラッシュに期待したいですね。うん。いやまあね、トスもそうやけど、取れんときは取れんし、なんか入るときはめっちゃ入るかもしれんしな。大丈夫やで。前向いていきたいけどさ、昨日試合終わってから新宿あたりブラブラしてたらめっちゃ気分良さそうなトスサポーターとすれ違ったわ。あ、そうなんや。トスも多分レイソル東京やからさ。うん、千葉県か実際多分東京らへんから帰るあれやったんか知らんけど、めちゃくちゃ気分良さそうなトスサポーターとすれ違ってちょっと悔しかったわ。ウィントス君の帽子かぶってた？いやがっつりめちゃくちゃ人多い中もう水色のユニフォームバーンおったからもうすぐ分かったわ。まあまあまあまだ我慢でしょ。うん、まあね、とはいえだいぶ下が迫ってきてるんでね、我慢我慢って言っても降格は嫌なんでね。まあまあまあ確かにな。肩のサッカー J2 から作り直しみたいなのじゃさすがにちょっとな受け入れられるな。いやもうそやな、ちょっとそれはちょっときついんで。これでもさ、ガンバの上と下、浦和と名古屋で。俺浦和名古屋頑張って、俺 J リーグ順位予想1位2位3位にしてんけど。どうなってんね。13位14位15位です。ひどいなこりゃ。いやこの浦和名古屋に挟まれてると思ったらちょっと安心できるかもしれない。でも、まあ、ある意味。あ、ある意味な。うん、まあまあまあ、まだまだここから3連勝でもしてみたらもう一気に上がりますよ。まだまあそうやね。しかも次札幌なんですけど、多分札幌に勝てば特質で多分抜けるんですよ。トスのおかげで札幌特質マイナスだいぶいってるんで。ここちょっとなんとか勝ちたいですね。まあまあまあ、まだ怒らずに応援してくださいよガンバサポの皆さん。いやちょっとね、だいぶ鬱憤溜まってる雰囲気のゴール裏でしたけど。これでもあれは、リーグのダービーはいつ？リーグのダービーはさっきアウェーで5月の20日ぐらいにあるんちゃうかな、うん、まあじゃあそこにピーク来るように多分開幕から合わせてるんや。もうどんな試合よりもダービーの勝利が大事やっつって、キャンプから俺らのピークは5月の20日やつって21か。いやーその準備の仕方逆に気持ちが伝わっていいけどな俺ら的には。まずここじゃあ買ってもらって、サポーターの気持ちを高めてもらいましょう。まあそうやね、まあちょっと
まあまあ我慢しつつ良くなってきたなっていうのがね入れたらいいんですけど、うん、まああとはゴールをね、どんな形であれゴールがちょっと見たいですね、そろそろ。そうですね、まあでもいけるよ、頑張るなら大丈夫軽いな去年も大丈夫やったし、まあやかやでね、うん、皆さん引き続き応援していきましょう。はい、応援していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖ガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。